く？ため息すごかったけど、どうしたの？さっきのライブを思い出してて。ああ、なるほど。ロゼリアのステージ、すごかったね。はい、本当に。ライブが始まってから終わるまで、ずっと釘付けでした。そんなロゼリアの皆さんに勝てたなんて、信じられなくて。気持ちはわかるよ。でも、反省会はまた今度にしよっか。チュチュとパレオも帰っちゃったことだし。それもそうですね。今度、みんな揃った時にでもまた。行こっか。マスキも帰ろう。マスキ？マスキもロゼリアのライブのこと考えてるの？ちげえ。なら、何を？今日、ライブ前にエンジンしただろ？しました！ポピポさんのを見てて、ずっと憧れてたので嬉しかったです。おお、バンドっぽかったよな。気合も入ったし。でも、もう少し掛け声をどうにかしたいんだよな。掛け声って、エンジンの掛け声のこと？そうそう。なんつうか、エンジンの掛け声って、バンドの魂って感じするだろ。だから、そこはきっちり決めた方がいいと思って、いろいろと考えてたんだ。あ、どうした、レイ？まさか真剣な顔で、そんなこと考えてると思わなかったから。そんなことってなんだよ。大事なことだろ。ごめんごめん。それで、何か思いついたんですか？ああ、二つな。どんな感じ？一つ目は、お前ら、準備はいいか？死ぬ気でぶちかますぞ！これが一つ目な。もう一つは、燃やせ、たぎらせ、とどろかせ、レイズアスイレンって感じなんだけど。そうだね。こっちも荒々しすぎるかも。そうか？気合が入っていいと思うけど。すみません。私も怖いと思ってしまいました。ロックまで。そっか。じゃあ、次はお前らの番な。私たちですか？ああ。二人はどんなのがいいと思う？いきなりすぎじゃない？いいじゃねえか。思いついたらでいいからさ。どうだ、ロック？そうですね。なんか、かわいいな。え？かわいいですか？ロックの真面目な性格がよく出てて、いいと思う。けど、かわいすぎるのが問題だな。それじゃ、次はレイ。そんなに急には思いつかないんだけど。なんでもいいんだよ。メンバーに伝えたいことはあんだろ？伝えたいこと？あ、それ、言ってみ。うん、分かった。暗転中は足元に気をつけようとか。真面目だな。掛け声というか注意事項でしたね。でも大事だと思います。掛け声って難しいんだね。もっといいのを考えておくよ。まあ、そう簡単には思いつかないよな。なんつっても、魂なわけだし。急いで決める必要はないってことだと思います。バンドを続けていれば、きっとラスにぴったりな言葉が見つかるはずですよ。だな。じゃ、ラーメン食って帰るか。え？今から？体と頭を動かした後のラーメンは格別だぞ。ほら、早く行こうぜ。
買い忘れたものはなしっと。これで必要な備品揃ったね。それじゃあサークルに戻ろっか。あ、マリナさん。マスキちゃん、こんにちは。学校の帰り？うっす。マリナさんたちは買い物っすか？うん、スタジオの備品をね。あ、そうそう、この間のガールズバンドチャレンジだけどすごかったね。ラスの迫力ったら。ライブが終わるまでステージから目を離せなかったよ。ありがとうございます。あのライブは自分でもうまくできたっつうか、特にエクスポーズバーンアウト、めちゃくちゃ気持ちよく叩けたな。会場の雰囲気も一気に上がってたよね。そういえばエクスポーズバーンアウトの MV 1万回再生超えたんだって？見たいっすね。パレオが喜んでました。あの MV もかっこいいよね。クオリティもすごいし、撮影結構大変だったんじゃない？そうっすね。演技とか今までやったことなかったんで、大変っちゃ大変だったかも。特にパレオに怒られた時はマジで困りました。え？なんで怒られたの？撮影の時パレオがメンバーのメイクを担当してくれたんですけど、なんつうか顔に枕の跡が残ってたらしくて。枕の跡？それでめちゃくちゃ怒られて、跡が取れるまでずっとパックですよ。1時間ぐらいずっと上向いてなきゃいけなかったんすよね。それは肩が凝りそうだね。と、まあいろいろ大変なことがあったんすよ。でもその分完成した MV を見たときは感動しました。目を閉じたままじっとしてたりとか、このシーンは何のために撮ってるんだって思ってたものがこのためだったのかって分かったりしましたし、何よりみんなで苦労して撮影していったものが形になったっていうのがめちゃくちゃ嬉しかったっす。それバンドのみんなで一つの曲を作り上げていく時の感覚に似ているかもしれないね。言われてみれば、曲にしろ MV にしろゼロから力を合わせて作り上げていく、そんな経験ができるバンド活動ってやっぱいいっすね。それがバンドの醍醐味かもしれないね。うっす、自分もそう思うっす。なんかバンドの話をしてたら叩きたくなってきちゃいました。ロックを誘ってちょっと叩いてきます。つうわけでマリナさん、また。